埼玉県知事候補者、無所属、上田清67歳、早稲田大学大学院政治学研究科修了、衆議院議員当選3回、埼玉県知事当選3回、総務省顧問、全国知事会筆頭副会長。では、 上田清さんの政見放送ですこの度市長会や町村長会をはじめ県民を代表する多くの皆様から出馬要請を受け立候補を決意しました埼玉県知事の上田清ですこの11年私は全国一の警察官の増員 そして民間の防犯パトロールを515団体から5860団体に増やしまさに日本一のパトロール隊を作りましたこの間犯罪の件数は18万1000件から7万7000件に約60%減りましたなんと住宅侵入等に至っては80%近く減りました緑と川の再生にも努めてまいりました 東松山市の面積に執筆する6,500ヘクタールをこの27年度中に元に戻します。40年前に戻ります。そして、川の再生についても、愛の住む52%の10年前が現在は84%にまで来ております。教育改革についても進めてきました。まさに、 奨学金あるいは留学生の派遣は日本一のレベルですそして不登校も中学生の不登校もワースト8からベスト8まで伸ばしましたさらに高校生の中退率も46位つまりワースト2から現在では12番目の上位にあります埼玉の経済も元気です 銀行の貸し出し残高は東京に次いで埼玉は2番目そして東京に負けない埼玉の本社はまさしく1013社この直近の10年で埼玉、神奈川の780を大きく引き離してダントツです行政改革はもっとドラスティックです天下りを廃止し民間の経営者をスカウトし 県にぶら下がっている各団体の長を変えました例えば、埼玉スーパーアリーナは私が就任した時6億6300万の補給金を出していました現在は10億円を頂い,いてもなお黒字です浦和競馬など23億の累積赤字でしたけれどもこれも解消し今では埼玉県と埼玉市に3億円 納付しております一番難点と言われました医療も改善されつつあります医師の数が対人口比で一番少ないと言われておりますが医師の総数そのものは全国で8番目です特にこの10年医師の数看護師の数はともに増えてきました総数で増加率は5番目看護師は 増加率で二番目、そして基準病床も数。そしてまた率ともに全国で二番目です。県立がんセンターを新築し。そして小児医療センターも来年新築されます。さらに。順天堂大学病院も誘致が決まっております。確実に。その医療環境は整備されつつあります。今。二千二十五年を迎えるにあたって。 私たちが一番大事なことはまさに超高齢化社会の中で医療介護看護を安心できるような体制にすることですその仕組みは地域包括ケアシステムです市町村が中核となって訪問介護通院通所そして入院救命救急高度な医療これがネットワークを組んできちっと 体制を組まれること、これが一番大事なことです。二番目には働き手が少なくなる時代です。したがって産業の再構築が必要です。今は自動車産業に頼っています。これからは先端産業も育てなければいけません。先端埼玉県は先端産業プロジェクトを今進めているところです。そして一番大事なこと、これは人材です。その 人材開発こそが埼玉県の一番の重要課題です教育をしっかりとやっていかなければなりません教え込む教育から学び合いの教育そして何よりも大事なのはシニアそして女性が活躍する舞台づくりですこの人材を最大限に発揮することで埼玉県の未来はそこに開けます 私も24時間365日、全身全霊全力を尽くして県民のために頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。埼玉県知事候補者、無所属上田清さんの放送でした。